小山市役所商業観光課商業振興係です。令和4年度小山市制度融資の概要についてご説明いたします。資料は小山市の制度融資、手引き、様式集を用いてご説明いたします。なお、こちらの資料につきましては小山市ホームページ中小企業向け融資制度のご案内からダウンロードすることができます。この動画では 1. 1営業資金、設備資金、創業資金について。2. 創業資金の申し込みについて。3. 融資期間の延長、条件変更について。4. 近代化施設資金の申し込みについて。5. 工業振興資金の申し込みについて。6. その他、よくあるご質問などについてご説明いたします。まず、 営業資金、設備資金、創業資金についてご説明いたします。融資申し込みの際にご提出いただく書類はご覧の通りです。令和4年4月1日より、融資斡旋依頼書及び融資依頼書については、条件を満たす場合は応印を省略することが可能です。法人の場合は、申し込み人住所、法人名、代表者肩書、き、氏名を明記していること、個人の場合は、 申し込み人住所、氏名を明記していることが条件となります。有資斡旋依頼書の連帯保証人の応印を省略する場合は、連帯保証人の住所、氏名を明記してください。また、氏名は名字のみではなく、フルネームで記載いただくようお願いいたします。なお、応印がされていても受付いたします。申し込み可能枠は、 融資の限度額からすでにお借り入れしている融資の残債額を引いた額になります。例えばすでに営業資金を2本借り入れしていてその残債の合計が1,200万円の場合、申し込み可能枠は営業資金の融資限度額3,000万円から1,200万円を引いた1,800万円となります。残債額を確認したい場合は。 商業観光課、商業振興係、電話番号0285-229275までお問い合わせください。最終回の返済額は、毎月の返済額よりも小さい金額になるようご協力ください。続いて、市税の納税証明書についてご説明いたします。市税の納税証明書とは、小山市に納税している税全てが記載してあるものです。 試験民税や軽自動車税。また、小山市に固定資産をお持ちの方は固定資産税が。小山市の国民健康保険に加入している方は国民健康保険税が。法人の場合は法人市民税が課税されます。試験民税が非課税の場合、かつその他に課税がない場合は非課税証明書をご提出ください。また、代表者の方が小山市外に在住の場合、 在住地での証明書の取得は不要ですが、小山市内に固定資産を所有しているなど、何らかの課税がある場合は、必ず小山市で納税証明書を取得し、ご提出ください。4月から9月までのお申し込みの場合は、令和3年度分の証明書、10月から翌3月までのお申し込みの場合は、令和4年度分の証明書をご提出ください。なお法人市民税は 決算期によって取得可能な年度が異なりますので、取得の際は直近の納税証明書とご依頼ください。資税に未納がある場合は、お支払いいただいてからのお申し込みとなります。また、納税証明書は原本をご提出ください。固定資産評価証明書とその他の添付書類については原本を返却いたします。なお、事案や業種によっては、 追加で書類のご提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。続いて、書類の申請及び返却について、土日祝日、年末年始を除いて毎日受付しています。受付時間は8時30分から12時まで、及び13時から16時30分までです。ご協力のほどよろしくお願いいたします。なお、書類に不備がなければ、 翌々営業日の13時以降に返却いたします。続いて注意事項です。特に3番について、融資実行後は、栃木県信用保証協会より発行される信用保証書の写しに、貸付実行日と最終返済日をご記入いただき、商業観光課までご提出いただきますようお願いいたします。提出がない場合、 予託が遅れてしまいますので速やかにご提出ください続いて信用保証料補助金の交付のタイミングについてご説明いたします小山市では融資借り入れの際に信用保証協会へ支払った保証料について借入金額1000万円分相当額の保証料を補助金として融資完済後に交付しています 関西の時期によって交付時期が異なりますのでご注意ください。交付対象となった事業者の方には商業観光課からお知らせを発送いたします。続いて提出書類についてはご覧の通りです。問い合わせが多いのは1番の融資斡旋依頼書です。まとめて必要な場合は信用保証協会までお問い合わせください。ページ下段は 資制度融資の対象となる範囲ですが、従来通りで変更はございません。続いて、借り換えについてご説明いたします。借り換えする場合は、融資申し込みの際に、借り換え計画書及び借り換える資金の残高を証明する書類をご提出ください。金融機関によって、証明書の名称は異なりますが、残高証明、 紹介表といったものになります。借り換えが可能なものは営業資金、設備資金、近代化設備資金です。創業資金は栃木県信用保証協会と損失保証契約を結んでいるため借り換えすることができません。また、借り換えようとしている資金の残高の合計が当初借り入れ額合計の4分の3未満になっていることが必要です。なお、 借り換えによって関西になった案件の信用保証料は補助金の対象になりません。自己資金による関西が保証料補助金の対象となります。よって、保証協会による代位弁祭になった案件の信用保証料も補助金の対象になりません。続いて、受注工事明細は従来通りです。飲食業の方に出していただく宣誓書も従来通りです。 内装工事で家主の同意をいただく同意書、こちらも従来通りです。続いて、設備資金の設置完了届について、例えば営業車両を購入したという場合は、車両にかかる納品書、領収書の写しを添えてご提出ください。続いて、関西報告書について、表の一番右側、備考の欄には、 当初の最終返済期限から変更があった場合はご記入ください。例えば、繰り上げ関西になった場合や、借り換えによって実行と同時に関西になった場合、保証協会による代異弁祭になった場合です。続いて、自己報告書について、1回程度の返済遅れの場合は提出不要ですので、少し様子を見て判断いただければと思います。 続いて、創業資金の申し込みについてご説明いたします。創業資金をご利用の場合、事前に創業計画書をご提出いただく必要があります。申し込み資格及び提出書類についてはご覧の通りです。計画書の様式です。 続いて、審査表の様式です。続いて、雇用証明書の様式です。同一業種の企業に通算5年以上勤務し、その技術、経験を活かして創業する場合はご提出ください。続いて、融資期間の延長、条件変更についてご説明いたします。当初の返済期間を延長する場合、 信用保証協会へ条件変更の申し込みをする前に、商業観光課へ申し込みが必要な場合があります。例えば、営業資金を返済期間10年で借りていて、あと3年期間を延長したい場合、融資規則に定める融資期間10年を超えるため、小山市に融資期間延長の申し込みが必要です。また、営業資金を返済期間8年で借りていて、 あと2年期間を延長したい場合、融資規則に定める融資期間10年以内のため、小山市に融資期間延長の申し込みは必要ありません。延長できる期間は最大5年で、取扱金融機関及び信用保証協会の双方が認めた期間となります。条件変更後は必ず変更保証書の写しを商業観光課までご提出ください。 融資期間延長申し込みの際の提出書類についてはご覧の通りです。返済計画書に書式の定めは特にありませんが、多くの場合、保証協会へ提出する保証条件変更申し込み書類一式の写しをご提出いただいております。続いて、融資期間延長の申し込み書です。2、融資期間延長の内容の 返済方法の欄には、元金均等返済などをご記入ください。続いて、近代化施設資金についてご説明いたします。近代化施設資金は、建物の新築や増改築など、近代化を行う場合にご利用できるものです。イメージとしては、設備資金の拡大版で2000万円を超える案件、かつ上限額は5000万円までになります。 近代化施設資金をご利用の場合、まずは商業観光課へ認定申請が必要になります。融資対象認定を受けた後に商業観光課へ融資申し込みをお願いいたします。認定申請の際に必要な書類及び認定後に融資を申し込む際に必要な書類はご覧の通りです。なお、近代化施設資金については保証協会の保証は必ずしも必要ではありません。 保証協会の保証付きで実行される場合は、融資申し込みの際に、保証協会に提出する書類も合わせてご提出ください。こちらは、近代化施設資金融資対象認定申請書です。続いて、近代化施設資金融資申込書です。 続いて、金利変更に関する特約書です。近代化施設資金は固定金利ではなく変動金利となります。続いて、貸付実行通知書です。融資実行後、商業観光課までご提出ください。続いて、工業振興資金についてご説明いたします。工業振興資金の根拠法令は、小山市工業振興条例となります。 審査については、小山市役所産業観光部工業振興課が行います。また、委員会での協議が必要なため、決定までにお時間をいただいております。工業振興課より認定を受けた後に、商業観光課へ融資申し込みをお願いいたします。工業振興課への提出資料、及び認定後、融資を申し込む際に必要な書類はご覧の通りです。 相談や認定申請につきましては、工業振興課までお問い合わせくださいますようお願いいたします。なお、工業振興資金も近代化施設資金同様、保証協会の保証は必須ではありません。保証協会の保証付きで実行される場合には、融資申し込みの際に、保証協会に提出する書類も合わせてご提出ください。 こちらは工業振興会提出する融資申込書です。続いて商業観光会提出する工業振興資金申込書です。続いて金利変更に関する特約書です。近代化施設資金と同様で変動金利となります。続いて貸付実行通知書です。融資実行後 商業観光課までご提出ください。続いて、貸付までの流れをご説明いたします。営業資金、設備資金のお申し込みにつきましては、書類に不備がなければ、翌々営業日の13時以降の返却となります。図の丸3の部分になります。創業資金、近代化施設資金、及び工業振興資金は、 審査にお時間をいただきますので、審査が終わり次第、担当よりご連絡させていただきます。最後に、お問い合わせが多い内容を掲載しております。中でもよくあるお問い合わせは9-1です。納税証明書を取得したものの、未納額の欄に未納額があり、その後支払いは済んだが、納税証明書にまだ反映されないという内容です。 この場合、納税証明書と後から支払った税金の領収書をお持ちください。税種目と額面を突合し、申し込み現在、未納がないことを確認した上で受付となります。もう一件、よくあるお問い合わせは、97です。保証協会と協議の結果、 小山市に申し込みをした際に認められた金額と異なる場合はどうすればよいかという内容です。当初申し込みより、減額の場合と増額の場合の2つに分けて説明させていただきます。まず、減額の場合はその旨ご連絡いただければ結構です。例えば、500万円で申し込んだが、協議の結果400万円になったという場合です。 一方、増額の場合は、再度、小山市での審査が必要となります。例えば、500万円で申し込んだが、600万円に増額したいという場合です。当初の申し込みより100万円増額ということで、残債の額によっては、ご利用限度額をオーバーしてしまうことがあります。そのため、再度、小山市での審査が必要となりますので、有志圧戦依頼書をはじめとする書類の提出をお願いいたします。 小山市制度融資についてのご案内は以上になります。その他、ご不明な点がございましたら、商業観光課までお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。